マリンパッパです。はい、今ねふーちゃんが売店に行ったんでオープニングをね撮ってるんですけど、日頃の疲れを癒しにふーちゃんと2人で温泉旅行に来ています。今回の旅行は撮影も抜きでゆっくりしようよっていう風に言ってたんで、ふーちゃんはねしっかりと息抜きをしてるんですけど、いや撮影はしますよってことで、泊まった旅館がいわくつきの旅館でお札が大量にかけてあった。ふーちゃんはどんな反応するのか見ていきたいと思います。でこちらフリー素材でそれっぽいやつを見つけて印刷してきたので、ちょっとね掛け軸とかの後ろにつけたりしてタイミングを見つつやっていきます。朝ごはんいらんかも。無理やって食べたらなんかさ、こんな感じしやん。何が？この部屋なんか変な感じしやん、さっきからしてる。ちょっと寒いけど。寒い？なんかまだね、この部屋入って鳥肌止まらんねんけど、寒いからやろ。暖房上げや。なんか変な感じすんねんな。ちょっと古いからじゃん。そうなんじゃないねん。なんかおい眠い。寝るなって寝るなよなあ、怖いから寝といてって。だってなんかさっきからほんまに思っててんけどさ、何よ何じゃあなんかあんなん置いてるの普通なの？何なんあんなんって、うらそっち見て一回。これとかこっちもこっちも見て。怖いってやめて、そんなん言うの。いやずっと思ってたの、ずっと思ってたの。怖いってやめてや。なんだじゃあ不満なのか変じゃない？それだろう。うん、入ってきた時からずっと思ってたよ。え、気持ち悪いって。だから旅館ってこんなん貼ってるもんだからね。貼ってないやろこんなん。え、なんか前のイメージやけど、なんていうのなあ、やめて何で、マミのイメージはえ、ちょ、もうやめてたんだよ。なんか怖い。なんでなんか怖い顔なんかお札のイメージ変な思ったりとか、なんかお化けとか出る部屋であるイメージやけど、分からへんちゃうかな。だからここ安いんや。え、な、ほうが飛んだって予約やめて。確かにだってさ、こんだけさ、ご飯もさ、風呂もさ、めっちゃいいのにさ、なんでこんな安いんやろなみたいな話してたやん。絶対なんかあるからやねんって。てかさ、こういうのの後ろでやったりとかしようかね。やめてー、怖い。やめただけで無理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 。いつやんだ、ほんまにやめ、ほんまにほんまに呪われるね。それ触ったから、ちょ、一回見て、一回見て、ほんまに一回見て。これ頭にしないの無理やわ。足にする。足も失礼じゃない。誰？わからんて、そんな。なんかわからんけど、どっちもあかんやん、絶対。あ、無理や。気持ち悪いと思ってん、さっきから。さっきから気持ち悪いと思ってたの。うん、なんか変な感じしやん、さっきから。これ文字なんて知られてよ。なんとか神社って書いてある。封印って書いてるって。ああ、無理。どうする、ここに何か入ってた。顔はどうする。顔。何言ってるんだ。一回開けて。なあ、もう。一回開けたん、さっきからまだにばっかや。あかん、もうお前無理やわ。一回開けてみる、ここ。うん、ここやったらどうする？でも全部やん。何よ。こういうののうちらは基本はないです。後ろにやんといてってもうちももうなに？この部屋もいいんじゃない？ふーちゃん、今回の企画は泊まった旅館にお札がいっぱいかけられてたらふーの反応はでした。イエーイ。リアルすぎるって。怖かった。あんたさ、リフレッシュする気全くなかったと思う。一応撮影しようと思ってきてんで。2本目これじゃん。2本目キモ。そんな感じで終わりまーす。バイバーイ。なんで早く撮ってやつ全部演技悪いで。なんでが撮るよ。なんでやねん。なんでやねん。なんでやねん。